渡来が三浦監督の2冠のドラフト会議2023でドラ1で横浜入団が決定した渡来が三浦から指名挨拶された際、面白い発言をしたと話題になった。渡来は高卒でプロ志望届を提出したものの指名漏れとなり悔し涙を流した経験がある。そのためドラフト会議2023でのドラ1指名、3球団競合、地元球団である横浜が交渉権を獲得したことに渡来は思わず涙を流し、視聴者の感動を誘った。三浦は渡来に指名挨拶を済ませ、階段は部屋から笑い声が漏れ出るぐらい明るいムードで進んだ。渡来は三浦のリーゼントに感動、ここまでかっこいいリーゼントの肩を見たのは初めて、僕もいずれ同じ髪型にしたいと発言したが、三浦からは無理せんでええよとツッコミが入った。2024年シーズンは早くも2本の本塁打を放っている渡来、今後の三浦とのやり取りにも注目だ。